アンドリュー・ファビア・ニコルソンは、カナダのプロバスケットボール選手。オンタリオ州ピール地域、ミシサが出身。NBA のオーランドマジックなどに所属していた。ポジションは、パワーフォワード。208センチメートル、113キログラム。当初は、ベースボールプレイヤーであったが、体格と運動能力の向上に伴い、バスケットボールプレイヤーへ転向し、高学年になり、 注目を集めるプレイヤーとなった。2007年と2008年にトロントの高校オールスターに選ばれ5つのトーナメントで MVP を獲得した。セントボーナベンチャー大学で2008年から4シーズンプレーした。カレッジ個人成績オーランドマジック2012年の NBA ドラフトでオーランドマジックに全体19位で指名を受け NBA プレイヤーとなった。 初めてのサマーリーグで24得点、12リバウンドのダブルダブルを記録し、2012年11月2日のデンバーナゲッツ戦でデビューし2得点、2リバウンド、1アシスト、1ブロックを記録した。12月21日にグレン・デイビスの負傷欠場により、トロントラプターズ戦で初のスターターを務め、6得点、4リバウンド、1アシスト、1スティールを記録した。 初のダブルダブルは2月1日のボストンセルティックス戦で14得点、10リバウンドの記録で達成している。しかし、マジックでの4シーズンは、差したる活躍ができなかったこともあり、2016年6月にマジックからクオリファイングオファーを提示しないことを告げられ、完全 FA となった。ワシントンウィザーズ2016年7月3日。 ワシントン・ウィザーズと4年2600万ドルの契約を結んだ。ブルックリン・ネッツ2017年2月23日、ボヤン・ボグナノビッチとのトレードでブルックリン・ネッツに放出された。2017年7月25日、アレン・クラブとのトレードでポートランド・トレイル・ブレイザーズに放出され、8月30日に解雇された。2017年9月4日、 関東公園カナントララン急クラブと契約した。ありがとうございます。